歯磨きうさぎチャンネル。歯磨きうさぎのデンタルクイズショー。みんなこんにちは、歯磨きうさぎです。デンタル先生です。今日はみんなのとっても大切な歯についてのクイズをするよ。やったー、クイズ大好き。みんなも歯磨きうさぎさんと一緒に答えを考えてみようね。何問正解できるかな。じゃあ1問目、この中で一番歯の数が多いのはどれかな。1ライオン、2豚、3ペンギン、4人。みんなも考えてみよう。口が大きいのはライオンさんだから、歯が多いのもライオンさんかな。正解は豚でした。ライオンの歯は30本で、豚の歯は44本なんだ。ペンギンは餌を丸飲みするから歯は生えていないんだ。そして人の歯は20本生えていて、大きくなると28本、親知らずを入れると32本になるよ。そうなんだ、豚さんの歯が一番多いんだね。じゃあ次の問題に行くよ。虫歯にならないためにはどうすればいいかな。1よく眠る、2うがいをする、3歯を磨く。みんなも考えてみよう。あ、わかった。私が大好きなことだね。そうだね、正解は歯磨きうさぎさんも大好きな歯を磨くでした。ご飯やおやつを食べた後のお口の中は虫歯になりやすくなっているよ。しっかり歯磨きをしてお口の中をきれいにしようね。うん、これからも虫歯にならないように歯磨き頑張ろうっと。じゃあ3問目だよ。この中で一番硬いものはどれかな。1歯、2石、3木の枝、4鉄。みんなも考えてみよう。石や鉄が硬そうだけど、歯もすごく硬いって聞いたことがあるな。歯磨きうさぎさんは物知りなんだね。正解は歯でした。硬さはモースコードっていう1から10の数字で表すことができるんだけど、その数字が大きいほど硬いんだ。鉄の硬さはモースコード4で、歯表面のエナメル質はもっと硬いモースコード7なんだよ。すごい、歯医者さんはとっても硬い歯を削っているんだね。じゃあ最後の問題。この中で虫歯を予防するフッ素が一番多く含まれている食べ物はどれかな。1じゃがいも、2わかめ、3豆腐。みんなも考えてみよう。どれもよく食べる食べ物だね。どれに入ってるんだろう。最後はちょっと迷う問題だったかな。正解は
わかめでした。その他にもエビやイワシにもフッ素が含まれているよ。ご飯を美味しく食べるために虫歯のない丈夫な歯にしていこうね。そのためにも歯磨きはとっても大切だね。クイズはこれでおしまいだよ。楽しく歯の勉強ができたね。うん、とっても楽しかった。みんなも私と一緒に毎日お家で歯磨きしようね。歯磨きうさぎのデンタルクイズショー。動画を見てくれてどうもありがとう。歯磨きうさぎチャンネルではみんなと歯磨きが楽しくなる動画をたくさん用意しているよ。みんなも毎日の歯磨きとチャンネル登録よろしくね。